土崎駅は、秋田県秋田市土崎港中央6丁目にある、東日本旅客鉄道、日本貨物鉄道の駅である、大岩景駅から乗り入れる小賀線の列車も停車する。また、秋田港駅までを結ぶ大宇本線の貨物支線が、分岐している。整備工事終了後の駅前広場。左奥にあるのが、港ウイロード。リニューアル工事前の駅舎短式ホーム一面一線と、 島式ホーム1面2線計2面3線のホームを持つ地上駅。互いのホームは湖泉橋で連絡している。駅の青森方から秋田高線が分岐している。2012年4月20日に JR 東日本は2013年に開催された秋田デスティネーションキャンペーンと それに向けて2012年に開催されたプレデスティネーションキャンペーンを見据えて秋田を訪れる観光客を綺麗な駅舎で迎えることを目指した駅舎の整備を行うことを発表した。当駅の駅舎は2012年12月10日にリニューアルされた。港町にあるモダンな外観をコンセプトとし、1926年落成の駅舎の雰囲気を生かし、外壁の一部に レンガ調の壁材を使用して、洋館風としている。また、待合室の腰壁に、地元企業の提供による、秋田杉が使用されている。その後、駅舎の耐震補強工事が行われ、2018年3月19日に、完成した、直営駅である。管理駅として、大宇本線の上、飯島駅八郎型駅間の各駅及び、小賀線全駅を管理している。 自動改札機、自動券売機、指定席券売機、立ち食いそば店が設置されている。2006年に緑の窓口が廃止され、その代替として、もしもし券売機カエくんが設置されたが、2012年に営業終了して今日、代わって指定席券売機が設置された。設置場所は、旧緑の窓口コーナー内で、待合室とは自動ドアで仕切られているほか、 発見はしないが、旧緑の窓口カウンターを流用した案内カウンターに駅社員が常駐している。未整備で手狭だった駅前広場は拡張整備工事が行われ、2009年末までに駐車場やバス停などのすべての施設の共用が開始された。また、駅の東西を結ぶ歩行者、自転車専用連絡通路、港ウィロードが駅の北側に設置されている。 7月になると、土崎港引山祭りの山につける見返しの札が展示され、土崎の夏を象徴する光景となる。JR 東日本によると、2019年度の1日平均乗車人員は2032人である。秋田県内では秋田駅に次いで第2位。近年の推移は以下の通りである。いずれも秋田中央交通の路線で、駅前ロータリー内の 土崎駅前停留所と駅からやや離れた土崎駅入口停留所がある。駐車区出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。